ありがとう。作家の本田健です。今回は関西人と関東人どっちが金持ちになりやすいですかというテーマでお話したいと思います。最近はねちょっといろんなテーマでお話しようと思ってまして、ちょっとエンタメ要素を入れてみようかなと思いました。僕は神戸出身なんですけど、そういう意味では関西のことは、ある程度分かっていると思います。それからですね、実はもう関東に住んでる時間の方が長いわけですけど、そういう意味では関東の人たちがどういうふうに感じてどう考えるのか、これも随分分かっていると思います。というわけで、関西人関東人どっちが儲かるの、どっちがお金持ちになれるのっていう話をしていきたいと思います。まず皆さんがこれをどこからご覧になっているか分かりませんが、関西人ってなんかちょっとその商売系があるというか、何でもお金にするというか、儲かってまっかみたいな、ちょっとお金にえげつないというか、がめつい印象ってありませんか？そして同時にですね、なんかお金のことをオープンに語ったりとか、儲かってまっかとか、ぼちぼちでなみたいな感じの、そんなこと言う人今ほとんどいませんからね、言っときますけど、けれども、そういう文化は根強くあるわけで、どちらかというとそっちの方が儲かりそうなんだ、思ってる人いませんか？逆にですね、田園調布とか、そういう、こう、セレブの人たちが住んでいる。これで、こう、関東の人の方がおはいそうで、おほほほみたいな、そういうイメージ。これも一方であるかもしれません。僕は今までですね、50何年生きてきて、関西人、関東人見て思うのは、平均的にとってみると、僕は関西人の人の方が、お金に関しては、賢いと思います。ただですね、このお金に里いというか、賢いからもう、かるっていうか金持ちになれるかというと、そういうわけじゃないんですよね。関西人のお金の賢さっていうのは小銭持ちの考えなんですよ。こっちの方が得やでとかね、言ってみればコスパがいい悪いっていうふうに考えるので、意外とですね、一個ずつは得してるかもしれないんですよ。これこの券使ったら半額やでとかね、 10% のクーポンやでとか、これ5回反抗してもらったら1回ただなんねん、こういうふうなのは関西人は強いんですよ。なんで節約とかちょっとお得っていうのは関西人の価値。けれども、そのビジネスモデルを組み立てるとか、そういうふうなのはちょっとめんどくさい。なんか、それよりもパッパとやろうみたいな人の方が多い感じがします。そういった意味では、関西人はスプリンター、短期で走る人。そして、関東人の人の方はもう少しマラソンっていうか、長期で見てる人の方が多い感じがしますね。中国はですね、また非常に面白くて、中国人の友達もいっぱいいますし、僕は中国が大好きですけども、中国の人ってのはどういうふうに考えるかというと、左のものを仕入れてきて、右のものに売る。これがですね、基本的に賢いやつなんですよ。言ってみれば、8000円で仕入れてきて、1万5000円で売ると7000円儲かるわけじゃないですか。で、じゃあ作った人はどんだけ儲かるのかっていうと、作った人は意外と、コストが3000円のやつを7000円で売ってるから4000円ぐらいしか儲からなかったりするんですよ。そうすると、そうやってコツコツ作ってるやつよりも、パンパンと短期でさばいてるやつの方がお金持ちになれそうな気がしませんか？なんですけども、実際にですね、長期的に考えたときに、例えば中国っていうのは、その、最近のね、20年ぐらいは違いますけども、やはり左のものを右に動かして得するっていうふうな感覚多いので、なので長期的に投資をするっていう感覚がないわけですよ。なので、ノーベル賞を取ってる人、あんまり中国とか韓国とかいませんよね。それはやっぱりそういうふうなものっていうのは、今すぐ実利はないかもしれないけども、いずれ何かになりそうな、こういうのを得意とするのは日本人なんですよね。そういった意味で関西人って中国人寄りなんですよ。なんかこれ仕入れたらこれで儲かりますぜ、みたいな商売は得意なんだけど、ちゃんとした商売をシステマチックにやる才能は僕は関東人の価値だと思います。なので、関西でも面白くてね、その、例えば、京都だったら、その、村田製作所とか、あるいは京セラとか、そういうメーカーもあるんですけども、そういう、一部の例外はありますけど、やはりですね、その一般的に関西人っていうものは、何か、こう、左のものを右に売ろうとする人が多い感じがします。もちろん、そうやってですね、ちゃんと物を作っていくっていう風な、そういう職人魂があるような、特に京都はそういうとこあると思うんですけど、そういうのありますけど、大阪の方はですね、そういう風な、こう、ちょっと今の理に悟い、いうところがあると思います。もう一つ言えばですね、近江商人なんかもそうだと思うんですけども、関西で言うと、パナソニック、松下電器ですよね。それは、とにかく商売をやっていくという意味で、
そのお客さんを大事にする。まあそういうふうな感覚。これはですね、大阪に根強いわけで。まあそういうちゃんとした商売をかっちり作っていく。こういうふうなところは、まあ例外的に伸びてるんですよね。けれども、関西の多くの会社が中小企業っていうことを考えると、やっぱりですね、これ関西人、個別の能力はあるんですけど、グループになった時に関西人は弱い感じがします。これなぜかというと、関西のグループ、東京のグループ、会議に出ると関西人はね、いろいろ喋るんですよ。どうでもいいこと。いや、それでさ、阪神がなんとかで、いや、ちょっと今阪神の話するのやめましょうよ。っていう風な感じで、いや、それでなんとかこの間儲かりましたよね。とかってなんか、もうどうでもいいことがいっぱいこう、またボケたり突っ込みとかして入ってきて、結構ね、話す人多いんですけど、話が前に進まなかったりとかするんですよ。でも、関東のミーティングとかは、次の議題は?とか、結構こうシステマチックにやってるところがあって、やっぱり長期的になんか積み上げていくっていうのは僕は関東の人の方が、まあ、真面目っていうのはあるかもしれませんが、積み上げるのは関西の人よりも東京の人が多いんじゃないかなと思います。さあ、そしていよいよ結論に入る前に、一番大切なこと、いきたいと思います。関西人は東京が苦手。だから関西の人は、お前関西裏切って東京で商売しようって言って思ってんのか、だったらうちと終わりや、みたいな形で、意外と関西だけっていう東京に変な敵外心、競争心を持ってるんですよね。ということは、関西である程度儲かってたりしたら、わざわざ箱根の山を越えて東京に行こうと思わない人が多いってことなんです。これは芸人さんとかもそうですよね。例外的に明石家さんまとかそういう人は東京に、島田紳助と出て行ってましたけど、やっぱり関西で結構満足している屋敷隆人とかそういう人の方が多かった印象が僕は関西人としてあります。なので関西で有名でも東京では誰も知らないっていうタレントさんっていっぱいいるんですよね。まあそういった意味で関西の人は全国展開が苦手。なので、そういった意味でマーケットが関西の人は全国規模で考えられてない感じがします。一方、東京の人はですね、関西のことを何とも思ってません。関西の人は東京のこと、この野郎、東京に負けるかとかね、思ってます。でも東京の人で僕ね、一人も関西に負けたくないっていう人には会ったことがありません。なので、関西人は東京に負けたくないと思ってるけど、東京の人は、オタク関西なんだ。ちょっとなまってると思った。みたいなこと。まあそういう意味では、ちょっと関西のことを、敵っていうか競争相手とも思ってない。これがまたね、関西人を激怒させるんですけど、まあそれはまた別の話としまして、まあとにかく関東人の人っていうのは全国的にスケール、で考えてます。まあそして、海外も提携先とか、そういったのもですね、東京ベースでいろんな会社が来てますので、東京の方が、世界的にまあ、展開することも可能ということで、一人一人の戦闘能力というか、お得を探り当てたりとか、クーポンをゲットしたりする能力は関西人の勝ち。けれども、最終的にお金持ちになれるかどうかというと、僕は関東人に軍配を上げたいと思います。というわけで、皆さん多分いろんな意見もあると思うので、このコメントはありそうですが、あなたは関西人、関東人、どっちがお金持ちになれると思いますか?まあ、今日はね、あくまでも僕の感想ですから、まあ、シャレでね、遊びで思っていただけたらと思います。なので、本気でね、炎上させないように皆さんよろしくお願いします。なので、このコメント欄には、俺は関西人が勝ってると思ってる。あるいは、関東の方が偉いと思ってる。まあ、そんな感じのことも含めて書いていって、皆さんで盛り上がっていただければ、面白いネタを提供できたなというふうに思います。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう。ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。